セイル広告、推し広告、とは、好きなアイドルやアーティストの誕生日を祝うためにファン自身が出す広告のことです。韓国発祥の文化ではありますが、日本でもやって推しの誕生日を祝いたい。と思うファンも多いのではないでしょうか。画像、ランキング27位から1位を見る、そこで今回は、日本でもセイル広告、推し広告、推してみたい、K、K-POP の男性アイドルグループは、 いいうテーマにつてて考えてみま,しょうまずは数あるグループの中から編集部がピックアップした3つのグループを紹介します。黒丸 BTSBTS は2013年に韓国デビューした7人組のボーイズグループです。2014年には日本でもデビューし2017年にはアメリカのビルボードミュージックアワードでトップソーシャルアーティスト賞を受賞するなど世界を舞台に活躍。 現在はメンバーの入隊により活動を休止していますが、世界中のファンが再始動を待ち望んでいます。セイル広告も盛んで、2021年の V さんの誕生日には、中国のファンサイトが24時間で約1億1000万円もの資金を集めたことで話題となりました。黒丸 N スサイン、N スサインは、2022年の日韓男女グローバルオーディションプロジェクト番組、青春スター、 から誕生した10人組のボーイズグループです。もともとは期間限定の7人グループとして世に出る予定でしたが、期限を撤廃して長期的に活動することが決まり、3人が追加メンバーとして加入しました。2023年8月に韓国デビューし、同年11月には日本でもデビュー。そんな彼らを、センイル広告で祝いたい、と考えているファンも多いのではないでしょうか。 クロマル・ストレイ・キッズ、ストレイ・キッズは、2017年に放送されたサバイバルリアリティ番組、ストレイ・キッズから生まれた8人組のボーイズグループです。2018年に韓国でデビューすると、新人賞を総なめにし、注目度の高さを示しました。2020年には、ベストアルバム、SKZ2020 で日本デビュー。スキズの愛称で親しまれ、 2023年の大晦日には NHK 紅白歌合戦にも出演しました。2024年7月にはアテでのカムバックが予定されています。日本でもセンイル広告を出せばスキズ人気がさらに盛り上がるに違いありません。黒丸日本でもセンイル広告、推し広告、してみたい K-POP 男性アイドルグループは次々と誕生する K-POP 男性アイドルグループ のうち、あなたが日本でセンイル広告を出してみたいのはどのグループですか